皆さん、こんにちは。女優の石田ひかりさんが2024年9月9日、人生初のアルバイトに挑戦する動画を YouTube で公開しました。概要欄では、親交の深い飲食店に働かせてほしいとお願いしましたと説明書きがあります。仲良しなママに何度か怒られながらも、テーブルセッティングなどをこなしていました。石田ひかり52歳で人生初アルバイトの様子を見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。女優の石田ひかりさんが9日自身の YouTube チャンネルを更新し、アルバイトに挑戦していたことを明かしました。動画の概要欄ではアルバイトに挑戦した経緯を説明しています。15歳から芸能界で働いてきた私はアルバイトの経験がありません。娘たちがバイトをするようになって初めてその世界の実情を知りましたとし、夜遅くにくたくたになって帰ってくる娘たちの苦労やアルバイトの世界の厳しさを体感するべく、大阪はヒノキの側のママに一日働かせてほしいとお願いしましたと、親交の深い飲食店でアルバイトをすることを決意したという経緯を語っています。動画では仲良しなママに何度か怒られながらも、テーブルセッティングやビールを注ぐ担当をこなし、終盤ではハイボールをそつなく作れるほどに成長した様子が見られました。さらに石田ひかりさんが接客していることに気がついた客から、めちゃくちゃ好きだったんですと温かい声をかけられるなど、ホールスタッフとして充実感あふれる表情を見せていました。世間の受け止めを見てみましょう。動画のネタとしてはいいと思うけど、これを本当のアルバイト経験とするかとなると違うよね。知人のお店ならばなおのこと、従業員ではないお客さんなんだよね。お客さんに手伝ってもらっている感じ、そりゃ楽しいよ。周りも知らない中に飛び込んで人間関係作りながら仕事を覚えて、疲れていても体が少々体調悪くても休めないし、中には必要以上に嫌な注意の仕方をしてくる人がいたり、楽しいだけでは絶対ない。昭和芸能、皆さんのおっしゃる通りかな。知人の店で知れた顔なら楽しめるよね。私も友人の店のカウンターで手伝うことはあるからわかる。労働は労働でも、一般人の誰も何も知らないとこに飛び込むのとプレッシャーは比ではない。ごっこみたいな感じかな。まあ良かったんじゃないですか。いろんな人間模様とか見られる機会としては、今後の役作りの情報になるだろうし、私も本職以外に副業 OK のところなので、本職以外で働く機会って何か新鮮ですよ。お金もらえるしね。ご主人の神社の方はそろそろ七五三参りで忙しくなるんじゃないかな。うちの弟が大学の時、格闘技の部員に来た依頼で神社の野営バイトしていましたが、コソ泥捕まえる経験が今の仕事になんだかんだ生かされていますよ。自分が一からその世界に飛び込んだわけではありませんので、その働いた内容の全てがそれではありません。ただ何事も経験はゼロからです。とても良い経験になったことでしょう。さて、2人の娘が海外留学に旅立って子育てのピリオドが打たれ、夫と2人の新生活が始まった喜びと一抹の寂しさをインスタグラムに吐露して話題になった石田ひかりさん。インタビューで16年間2人分のお弁当を作り続けたことを告白し、その母ぶりに称賛が集まっていました。姉の百合子さんがジュニアオリンピックに出るほどの有望選手だったことは有名ですが、石田ひかりさんも台湾在住時に現地の水泳大会で優勝して新聞に載ったことがある筋金入りの水泳姉妹だったそうです。帰国後は二子玉川でスカウトされたそうですが、実は同じスカウトマンが姉の百合子さんにも1ヶ月前に声をかけていたことが発覚します。しかも2人が姉妹とは気づかなかったそうです。姉妹はほぼ同時に芸能活動をスタートしたのですが、両親が出した水泳を続けることという条件も守りながらのデビューでした。姉妹揃って芸能活動のスタートは順調で、石田ひかりさんのドラマデビューは1986年の「妻たちの課外授業2」です。2年後の「花の飛鳥組」では準主演に抜擢されました。ダイナマイトまで登場する女子高生ヤンキー漫画のドラマ化だったのですが、ひかりさんはその中で戦略を武器にする優等生的ポジションで
あの清楚な子は誰？と人気を集めました。同時期には水泳で鍛え上げられたボディを武器に水着グラビアもスタートさせます。当時はイエローキャブの加藤玲子さんや細川文江さんらグラビアアイドルが主流となりつつあった時代だったのですが、テレビ情報誌ザ・テレビジョンなどで水着グラビアを披露します。石垣島でロケを行い、鮮やかな黄色のビキニ姿で白い歯を覗かせた笑顔で空を見上げ、背中がパックリと割れた緑の水着姿のバックショットも披露しています。表紙では恒例だったレモンを持って微笑んでいます。ただ話題になりすぎたのかアンケートで上位になり、上層部がうちはグラビア誌じゃないテレビ誌だと激怒したという逸話があります。ほどなくグラビアページが消えたのはこれがきっかけではないかとされています。昭和芸能。その後バラエティ番組にも出演し、片岡鶴太郎さんが MC を務める鶴ちゃんのプッツンゴなどに出演していきます。1987年5月にはエメラルドの砂で歌手デビューも果たしています。そんな石田ひかりさんの一大転機となったのがドラマ悪女ワル、 NHK の朝ドラひらりの連続主演でしょう。悪女は深見純氏の漫画のドラマ化で、2022年にリメイクされた際も石田ひかりさんは人事課長役で特別出演している縁の深い作品となっています。当時石田ひかりさんは全てが今までにない経験ばかりで新鮮な毎日です。大先輩の女優倍賞光子さんからは全身で女優の何たるかを教えていただいています。私自身商社のような大きな会社で働いたことがないので、マリリンと同じように新入社員として会社のことを学びながら女優としても成長していきたいと思っていますと大先輩からの学びを強調していました。30年ぶりに再びワルに出演することになった際には、主演の今田美桜さんについて後輩ができたこと、それが美桜ちゃんだということが何より嬉しい、共演の江口のり子さんについては本当にファンと良好な関係を築いていました。後に出演した木村拓哉さん主演のアスナロ白書の共演者たちとの同窓会アスナロ会を定期的に開くなど、交友関係も広いことで知られています。朝ドラひらりは内館牧子さんのオリジナル脚本で、大相撲が大好きな主役ヒロイン藪沢ひらりを演じました。平均 36.9% という高視聴率を獲得。石田ひかりさんの名は一躍全国区になり、1992-1993年の NHK 紅白歌合戦の赤組司会も務めています。二十歳で出演した遥かノスタルジーでは初の本格的な濡れ場にも挑戦します。松田洋次さんの前で自らシャツのボタンを開けると、下着も外して豊満なバストトップを披露しました。その後のラブシーンでも官能的な表情を見せています。プライベートでは2001年、29歳の時に NHK のディレクター久留米圭氏と結婚しました。2年後には長女を出産し、さらに2年後には次女も生まれるなど、この時期は芸能活動をやや控えていたそうです。この時期姉百合子さんはセクシーさを前面に出して人気を得ており、芯の強い男勝りな役どころが多く、姉妹は女優としては全く異なる道を歩んでいたと言えるでしょう。後年石田ひかりさんはこの時期を振り返り、こう振り返っています。30代はほぼ子育てをしていました。40代になってようやく家を長い時間出られるようになりました。正直母親は満足にできていなかったと思います。母と友達シッターさんのお力を存分に借りました。とにかく幸せな人生、そういう言葉しか出ないですねとしています。いかがだったでしょうか。今回は石田ひかりさんの最近の動向とこれまでの経歴を見てきました。手塩にかけて育ててきた2人の娘が今年海外へ巣立っていきました。本人は子離れできていない自分をアピールしていましたが、女優石田ひかりさんの新境地が見られるのが今から楽しみです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして
この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。